妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよ姉ちゃん。今日乗る戦車は、イタリアのティア8プレミアム重戦車、牛さんことビゾンテ C45 さんだね。うむ。マップはハリコフ、マッチングはティア8オンリーマッチだね。それじゃあ初動は、東の街中から、旧ラインの通行量の徴収にでも行っちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。今日のマッチング、地層32両マッチだね。うむ。基本的には東の街中は地層さんの車線は通りにくいんだけど、地層さんのポジショニング次第では、南北に見晴らしのいい場所がちょこちょこ打てたりするから、そういう場所は少し警戒しておこうか。と、見えたってことは見つかっちゃったかな？六冠さんの反応はなしだねお姉ちゃん。うむ。なら安心だね。途中で見つかっちゃってると、警戒されるかもだしね。さて、誰が撃てるかな？む、こちらの動きを読まれちゃってたね。割と定番のポジションだし、そこは仕方ないと諦めようか。この距離での撃ち合いは、精度面でも不利と言わざるを得ないしね。了解だよ姉ちゃん。そしたらさっき見えたレイベちゃんたちの相手をしに行くね。うむ。ただ、南北へ割と開けている場所だから、地層さんには十分注意してね。了解だよ姉ちゃん。む、これは 100P さんが突撃してきているね。ナイスショット大妹よ。と、レイベちゃんも来ているのね。ナイスショット大妹よ。ただこれ、さっきのチェコさんが東に向かっちゃったけど、私たちだけだと抑えきれないね。本当だねお姉ちゃん。あの位置での1対2はすごく不利だし、一旦引いて援護がもらえる位置までおびき出せないか。試してみるね。うむ。西の丘から車線が通る位置におびき出せれば間違いなく勝てるんだけど、引っかかってくれないかな？あう。これ、レイベちゃんも 100P さんも、東にそのまま行っちゃってるねお姉ちゃん。うむ。あんまり芳しくない結果になっちゃったね。でも、ブラスクさんが応援に駆けつけてくれたし、これは逆に 100P さんの背後をつくチャンスでもありそうだね。本当だねお姉ちゃん。でも、ブラスクさん今発砲したばかりだから、ブラスクさんと一緒に背後をつくにしても、ちょっとリロードを待たないとだよね。うむ。リロード中だとついてきてくれないかもだし、リロードを待つとしようか。って、あれ？ブラスクさんそっちに行くの？単独だと倒しきれないし、逆にピンチだよねお姉ちゃん。うむ。できれば2両で行きたいところだね。と、ブラスクさん来てくれたし、ここは仕掛けに行こうか。了解だよ姉ちゃん。乱れ撃つね。ナイス撃破大妹よ。ブラスクさんと合わせて 105mm 砲の5連射。これは撃たれた側はたまらないね。むう。まずいまずい。ここは離脱するぞ妹よ。了解だよ姉ちゃん。数のわからないディフェンダーさん側より、敵中突破を仕掛けるね。うむ。頼んだぞ妹よ。ナイスショット大妹よ。そしてナイス撃破だブラスクさんだね。ここまで華麗に連携が決まっちゃうと、楽しくなっちゃうよねお姉ちゃん。うむ。控えめに言って最高だね。さて、そしたらこのまま東の街をぐるっと回って、今度はディフェンダーさんの背後を取っちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。ブラスクさんも同じ考えみたいだね。うむ。さすが我が心の戦友だね。ただこの場合、足の速いブラスクさんに持ってかれちゃいそうなのが心配でもあるよね。あわう。牛さんだと足では勝ち目ないもんね。と、言ってるそばから持ってかれちゃったね。そしたら私たちは、最初の位置から東のレネゲさんを狙うとしようか。了解だよ姉ちゃん。しばらく使ってないポジションだから、レネゲさんもきっと忘れてるもんね。む。敵の軽戦車さんが現れたね。レネゲさんは落ちちゃったから、軽戦車さんに向かっちゃう？いや、ここは引き込むべきだね。ふっふ、今このタイミングでは、味方さんだらけの東の通路には近づきたくない。となれば当然こっちに来るよね。いいね、お姉ちゃん。ナイスショット大妹よ。あう、ちょっとだけ残っちゃった。
あの通路なら味方さんの車線内だろうから、任せちゃおうか。よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。それじゃあ私たちは、どうしようかな。自陣もピンチといえばピンチだけど、南もって思ったけど、これは自陣側の方がはるかにまずいね。そうだねお姉ちゃん。ここでロレイヌさんの裏取りは、GSOR さんたちがピンチすぎるよね。うむ。まだリロードが不十分だけど、守りに行くしかないね。よし、出てきたね。ナイスショット大妹よ。今ので弾倉内の弾を打ち切っちゃったから、あとはなんとか仕留めてくれることを祈るのみだね。あう、了解だよお姉ちゃん。よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。って、ムー、己自走方面。しかも一度ならず二度までも。あわう。街中を中心に戦っていたから、すっかり自走さん二両マッチだったことを忘れちゃってたね。うむ。とはいえ、自走さん以外の敵は二両だけ。これはもう勝ったも同然だね。そうだねお姉ちゃん。そしたらイギリスさんを倒しに、って思ったけど、スコジーちゃんが自陣に登場だね。うむ。イギリスさんはパーシングジャンボさんが倒してくれたみたいだし、私たちはスコジーちゃんを倒しに向かおうか。三両で囲んじゃえば、どうやっても勝てるからね。了解だよお姉ちゃん。でも、スコジーちゃんの攻撃だけじゃなく、自走さんの攻撃でも倒されちゃいそうだから、ちょっと慎重に行くね。うむ。それがいいね。ふっふっふ、今撃ったねスコジーちゃん。この隙に連射しちゃうねお姉ちゃん。うむ。やっちゃえ妹よ。ナイス撃破だ妹よ。そしたら急ぎ自走さん回避運動と行こうか。了解だよお姉ちゃん。とと、危ない危ない。もう一発来るかもだし、しばし動き続けようか。わかったよお姉ちゃん。って、あわう。お姉ちゃんお姉ちゃん。これは完全に動けなくなっちゃったパターンじゃないかな？うむ。これはうんともすんとも言わないパターンだよね。むう、本当に全く動かないし。むう、これもすべて自走砲回避運動の影響だし、己自走砲め。あわう。ちょっと八つ当たり気味な気もするけど、一理あるよねお姉ちゃん。うむ。この後は、味方さんが勝ってくれました。やったね、お姉ちゃん。成績発表。4ダメ4618、キル数2、アシストレイ、棒ダメ980。スコアは1210でチーム内トップ、2バッジ2大口径をゲットだね。終始は、さすが牛さん。結構禁断を打っちゃったと思ったけど、それでも十分すぎる黒字だね。今日のバトル、途中ブラスクさんとの連携とか、なかなかにいい感じな場面もあったけど、最後自走さんのせいで台無しだったよね。あわう。王天を自走さんのせいにするのは、ちょっとアレな気もするけど、そうだねお姉ちゃん。うむ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。